皆さんこんこにちは、えー、生涯現役オンンライン塾の木見平良造です、えー、今日は講座番号114番、えー「生涯現役シリーズ」の中の、えー、80歳の小部を壁を乗り越える、えー、その実践編ということでですね、えー、お話をいたしますインタビュー形式でやりますので、えー、まずインタビュアーの、えー、平野さんをご紹介します簡単にご自己紹介どうぞ。 どうぞはい、こんにちは今君平さんから紹介していただきました平野と申します、えー。日本でのニックネームは「オッサマと申します。えー、心と体の大切さそして生き方の大切さ今日の君平さんの80歳の壁を越えてっていうそういったところにもつながるものを、えー、やっている平野、えー、と申します。よろしくお願いします。10番目今の 日本人にかけていいることこことととれ大切なことだと思いますそして今からこのようなことをやった方がいいこれを学んでおいた方がいいというこの海外と日本を行き来している君平さんの目で見たところからのアドバイスちょっと辛口でも全然構いませんよろしくお願いいたしますはいえー、っとまずですね国際性を身につけてほしいんですね。 私の言葉で日本は世界のガラパゴス。ガラ系の電話っていうのはかり方はね、ガラパゴスの略だって知らない方もいるぐらいなんですけどね。要するにガラパゴスというのはその大陸から切り離されてるからね、その何千年何億年の前の動物がそのまま残ってる。で、日本は世界のガラパゴスなの。で、それが証拠にはね、 ガラパゴスは観光客多いんですよ。だから日本はね、あのクールジャパンだなんて言って観光客が来るじゃないですか。日本に行くと変わったものが見れるって、まあね、あの済んではいないけれどもね、他の世界にはないものに、欧米諸国にはないものが見れるというんでね、来るわけです。で、この世界のガラパ,ガラパゴスで、ね、インバウンドの観光業が賑わうのはいいんですけれども、 あのいろんな経済とか政治とかねビジネスになるとやっぱり世界との、ね、対比を考えないといけませんこのですね、えー、ガラパゴスはガラパゴスでいいんですけれども世界のね他の国と比べるとここがよくってここが悪いんだということをですね、えー、認識すればガラパゴスではないんですよガラ,パガラパゴスのの動物というのはね 他他のの島にに大陸やななんかいいる動物を知らないわけですねで日本はそういう現状で日本がこれでいいと思ってるわけで特にね国際的視野を持てというのは先ほど言いましたようにねあの先進諸国の中で日本だけが低迷をしてね他はガンガン伸びてるでそれに対する、ね、危機感がないなんていうのもねその国際性がないことの一つ。 それからあとあのここで申し上げたいのはね、えー、っと日本人、先ほど平野さんが言われたと思いますけどね、日本人は、えー、なかなか自分で決めないと、他から他から要するに与えられたもの。でこれはですねあの私の言葉でね日本人は空気に弱いで。この空気という言葉はね、 私が作った言葉ではなくて、えー、山本七恵さんっていうあの偉い方がおられたんですけどねその方があの言い出した言葉なんですね。で結局ねよくその我々の庶民の間でもあ,のあいつは君平は空気が読めないとか何とかかんとかでまあその対人関係ではね空気は読めた方がいいんですけれどもこの何かをするという時にねまあみんな他の日本人は何をやってるのかと。 ですよねで結局ね私は一生懸命研究してるんですけど分からないんですけどねどうやって空気ができるんだでまあよく分からないんですけどねマスコミは相当空気を作ってますよね結局あの戦争中の日本なんていうのはまさにそうでね大本営発表とかあるいは NHK というのがね一個しかなかった それで結局だからそのマスコミが言ってることを鵜呑みにしない。結局ね、あのマスコミがなんか偉そうに言ってましたらばね、ああ、これはあの君平が言う空気をね、あの流行らせてんだということで、一歩身を引いてね、あの、聞く。で、アメリカではね、あの日本人の方は信じないんですけども、 国民のね、49%の方がマスコミを信じてない。で、この方たちがトランプの支持者。それで51%の方がね、マスコミを信じてで、この方がバイデンの支持者。ということぐらいなんですよね。というふうにね、あの、アメリカの場合にはね、あの、まあまあいいんですけどね、日本の場合にはもう99%がね、 で、どのチャンネルを回してもね、どこ見てるか分かんないぐらい同じことをやってますよね。これでもか、これでもかと。で、これに影響されてるのはね、いわゆるその空気に左右をされてる。だからもう空気からの脱却。自分でものを考える。それで、あいつは空気が読めないやつだって言われたらね、褒められたと思っていいんですよ。要するに。 日本では昔からね、出る釘は打たれるということわざがあるぐらいで、空気に外れると打たれるんですよ。だから、努めてね、あの、漂ってる空気からね、あの、外れるという意識をですね、えー、していただきたいと思います。それからもう一個、あの、日本全体のことを言いますとね、あの、中央集権がいけないんですね。すべてのね、北海道の北の端、稚内から沖縄に至るまでね、 えー、いわゆる霞が関、あるいはその永田町でね、えー、内閣とか,かん、あのー、お役所が決まる。これは無理な。アメリカはどうなってるかって言いますと、まあ、ユナイテッドステイツという具合でね、その50州が集まってるぐらいで、州の権限がね、ものすごい絶大なんですよ。例えばね、あの、日本の方は信じないでしょうけどね、えー、死刑というのは州の法律なんですよ。だから、 州によってはね、死刑がある国、州、ない州、いろいろある。で、昔はね、スピード制限も全部州によって違ったぐらい。要するに、あの、モンタナとかね、田舎の方に行きますとね、スピード制限はないなんていう州もあったぐらい。それで、今回のコロナの対応なんかもね、 あの中央でやることは CDC とか FDA という大きいあの日本の厚労省みたいなのがありましてね。ワクチンを審査したり薬を審査すると。で、それをあの各州に送ると。で、それをどうやって接種するかね。誰にやるかというようなことはね。 もう全部あの地方の州がやってるわけ。それから病院の運営などというのはですね、ワシントン DC の中央政府は全く関与してません。州があの各病院を管理しています。で、極めてですねあの、フレキシブルにコロナ対応に動いております。えっ、ー、と、最後にですねあの、どうしてもやっておいてほしいことは、先ほどちらっと言いました IT、パソコン。もうこれはですね、 え、まあ、今、その四五十の人が、その八十まで生きてもね、あと四十年ぐらい。あと四十年ぐらいの間、いくら AI が発達してもね、パソコンを何も覚えなくてもいいと。なんかこんな機会にね、おぉ、なんとかやってくれって言ったらね、パタパタってやってくれるというふうにまでは進歩してくると思いません。で、当分はね、やっぱりちょっと複雑なことはね、パソコンでやるわけですね。それで、これをですね、若いうち、 40代、50代、特に会社勤めをしているときにね、あの必ず同僚にね、か上司かあの部下でもね、パソコンの得意なのがいると思いますから、そういう方に頭を下げてね、教わっておく、新しいことへの挑戦なんですよ。で、パソコンというものに新しい挑戦を始めるとね、あと奥深くてね、なんとかというその、私なんか今凝っているのはビデオ編集のアプリなんですけどね、ビデオ編集のアプリ。 何とかのアプリ、次々といろんなソフトウェアを入れてね、これがまたね、いちいち挑戦。要するに、あの私は早く寝る方なんですけどね、ついうっかり夢中になっているとね、夜中1時、2時までね、夢中になるぐらい、その面白く面白くやっております。以上です。はい、ありがとうございます。今、最後のこの質問の中ですごい大切なことをえもう言われたと思います。そのパソコン、 そういったところもそうですけどもその前に言われた世界のガラパスという言葉が出ました確かに私たちはこの日本という中にいて日本しか見てない日本から見る目で世界を見ているその中に入ってくる情報がマスコミであったりとかしますだからそれを信じてしまってるけども今 YouTube とかいろんな情報自分から取りに行くことができます。 ままたたははこののズームを使っっりとかっていうのはできますそういったものを使いながらいかに自分からこう挑戦して新しいものさっきのルーティンを外すっていうことがありました刺激を求めるってことがありましたそういったところでその空気を自分から作っていくっていうのが大切じゃないかなって思ったところです。ここののさん84歳ってていいいう素晴らしし生き方をしてる 方から学べるこのビデオ、これを活用しない手はないと思います。はい。そういったところで、あり、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。